日本に移住なんて怖いことやらないでね母国を大事にしてください。隣国のテレビ局が日本経済をバカにして紹介。しかし真実を知り衝撃を受ける。日本と隣国の関係性はご存知の通り仲がいいとは言えません。隣国メディアでも日本をバカにしたような報道がされることもあり。もう日本経済は終わった。 我が国の GDP が日本を追い抜いた、などの情報が流されているようですが、これらは確証がなくほぼ嘘の情報なのです。隣国の方が GDP が上位であると言っていましたが、実際には日本の3分の1程度なので調べればすぐにわかることです。このような隣国メディアの嘘の情報を信じてしまっている隣国人はたくさんおり、その中の一人である須民さんは、日本を敵対視し,しており。 今や我が国の経済は日本よりも上だもともと我が国は日本の経済に遅れは取っていなかった。日本の方が上だったのは20世紀のわずかな期間だけだ。古くから我が国は優秀な文化を築いており日本よりも優れていた。江戸時代で日本が我が国の技術が欲しくて頼み込みんできたから丁寧に文化の教育をしてやっていたんだ。 そこから日本の方が開国が早かったから日本の方が優れているという相関図になってしまっただけなんだ。と思い込んでいました。そして、だけど、ここ数年で再び我が国の方が先進的であるという状態に戻ったんだ。多くの我が国の企業が海外進出し、大きな受注も受けて世界も我が国なしでは経済が滞るところも出てきている。技術力も世界トップクラスで世界でも認められている。としていました。 他には我が国のカルチャー特に k-pop アイドルは世界的な熱狂を浴びており一大ムーブメントにもなっているんだ我が国が誇るアイドル bts は国連で挨拶をしたんだぞアイドルが国連で挨拶できるなんてとても偉大なことだね我が国の文化は世界でも人気で特集だって組まれているくらいなんだ世界から愛されている証拠だねとしていました さんは食品メーカーで働いており国内以外にも販売を始めたそうですある時日本から注文が入りました注文が入った時スンミンさんは日本が我が国の食文化を認めたと嬉しかったそうですこれで日本の文化を我が国の文化にじわじわと塗りり替えていけると思っていましたですがその考えは同じ隣国人から否定されてしまいました それは、日本人向けの食品展示会に参加したときのことでした。中規模の集まりではあったそうですが、隣国の食品メーカー一数社で隣国食品をプレゼンするといった感じでした。その場にユチョンという隣国人がいました。ユチョンさんは日本に滞在しており、営業活動をして日本の食品を隣国に輸入する仕事をしていました。スンミンさんは、仕事の参考になりそう、と思い、 ユチョンさんと話をしていたのですが、そこで驚きの内容を聞きました。スンミンさんは、日本に売り込む意味なんてあるのか日本人はお金もないし、こちらに大きなメリットのある取引なんてできないんじゃないのかと言いました。それを聞いたユチョンさんは、どういうこと我が国の方がお金はないでしょ。日本の方が経済も安定しているし、十分な取引相手になるよ。と言いました。 ンンさんはそれを聞いて驚きましたが、ユチョンが日本に染まりすぎたんだろうと思い、改めて、つい先日、日本の国力を我が国が抜いたって報道があったばかりだぞ。GDP だって日本を上回っているんだし、我が国の方が裕福だろと言いました。ですが、これを聞いたユチョンさんは唖然としてしまいました。 その様子を見たスンミンさんは、事実を知って驚いたんだ、と思っていましたが、実際は違いました。ユチョンさんは、君が今言った、我が国の方が国力は上。GDP も日本より上、というのはマスコミのついた嘘だよ。それを聞いたスンミンさんは意味がわかりませんでした。すると、ユチョンさんは一つの記事を見せてきました。 見出しには、世界の国カランキングで隣国が日本を上回った、と書いてありました。そして、ユチョンはある部分を指さしながら、世界1万7000人の人ののアンケートをもとに順位付けした結果、って書いてあるだろう、と言いました。スンミンさんは少したじろいでしまいました。スンミンさんのリアクションを見て、ユチョンさんは同情しているような様子でした。スンミンさんはそれでも納得がいかず。 引用本であるアメリカのメディアサイトを探しました。そこでは確実に、隣国6位、日本8位と書かれていました。ですが、このランキングは人々の主観に基づいていますという文を見つけてしまいました。この事実に、すんみんさんは放心状態となってしまいました。ユチョンさんはこれを確定づけるように、それにこの国力で評価されているのは、国際政治のリーダーシップとか軍事的な影響力とかはないんだ。 と言いました確かによく見てみるとそう書いてありました。しかも、日本に勝っているのは6項目のうち、軍事的な影響下だけでした。総合ランキングではしっかりと日本に負けていました。そして、ユチョンさんは GDP に関しても嘘だという証し4どころを見せてきました。IMF の公式サイトには、日本の1人当たりの GDP は4万ドル、隣国は3万ドルとなっていました。 またまた追い抜くどころかかなりの差がありました。よく見てみると、隣国が日本に唯一買っていたのは、購買力陛下で出した一人当たりの GDP でした。これは、同じ品物、同じサービスの価格で為替レートを計算したものです。ユチョンさんは、これを用いると、発展途上国の方が購買力陛下で出した GDP だと有利になるんだ、と言いました。そして、隣国では労働者の賃金が安いからね。 つまりサービス業が安くなって有利なんだ隣国で紙を切ると1万ウォンくらいだけど日本では3万はかかるよそれに先進国は賃金が高いから購買力平価ベースの GDP が為替スペースより低いんだ日本もだしアメリカもドイツもイギリスもフランスもねこの話を聞けば言いたいとはわかるよね購買力平価ベースの方が高い隣国がどうなんだってことは それを聞いたたさんは納得しましま先進国はすべて購買力平下ベース GDP の方が低いということは、購買力平下ベースの方が高い隣国は発展途上国ということです。すんさんはこの事実があまりにもショックでした。すんさんが信じていたことはすべて嘘だったのです。偉そうに GDP で日本に勝っているなんて言っていたことか恥ずかしく思えました。 隣国が先進国ではないということを再認識させられただけでした。そして、それから数ヶ月後、ス民ミンさんはまた新たな嘘を発見しました。それは失業率です。政府が発表した失業率は4.3%で、OECD 加盟国と比べて半分程度の失業率となっており、この数値はとても素晴らしい数値でした。これが本当ならば素晴らしいことでしたが、実はこれも嘘だったのです。 正確には数値自体は事実だったのですが、係数の仕方が普通ではなかったのです。働きたいのに短時間しか働けない人を除外していました。本来の失業率は、働く意思のない人を計算に入りれません。主婦や老人、学生等を計算に入れてしまうと、現実とかけ離れたとんでもない数字になってしまうからです。この仕組みを隣国政府は利用しました。働く意思はあるけれど、 職が見つからなくて短時間でしか働けない人を計算から外したのです。そうすることで隣国の失業率を超優秀な4.3%という数字にすることができたのです。なので、現実の失業率はもっとひどいということです。調べると実際には、全年齢の失業率は14%にもなるそうです。 20代に至っては27%になっており、4人に1人は食に困っている計算となります。スンミンの周りでもそれぐらいの割合で失業していました。それを決定づけるかのようにユチョンさんと出会った後に、スンミンさんの会社は倒産しました。理由は中国向けに工場を新設して増産体制を取ったにもかかわらず、肝心の中国からの注文が激減してしまい、それに対処できずに倒産してしまったのです。 今のスンミンさんの状況からすれば、失業率は4.3%などと政府に言われたら、ふざけるな、と言いたくなってしまいますね。このようにスンミンさんは隣国経済は全く安泰ではなく、日本の足元にも及ばないことを知りました。以上が体験談を踏まえたお話になります。隣国メディアの報道を批判するつもりはありませんが、あまりにもと拍子のない報道をしてしまうのはどうかと思いました。 それを聞かされる国民も気の毒に思えます。隣国の経済状況のお話もありましたが、現在の隣国の経済はとてもひどいようです。国内の物価が高騰しているようで、今の日本の上昇率が比にならないほどのようです。ではこのことについて、隣国国内からたくさんのコメントが集まっていたので、その一部をお伝えします。自分で調べることをしないのかい 日本は海外に GDP の18倍の資産を持っているんだ。数十年間、資産規模は世界一なんだよ。それなのに日本が滅びるなんてありえないさ。仮に日本が滅びることがあれば、隣国の方が先に滅びる。2020年に IMF が発表した統計では、一人当たり購買力指数が隣国4.4万ドル、日本4.1万ドル。隣国の勝利だね。 私も日本に移住した方がいいのだろうか。以上がコメントの一部となります。隣国経済に対して不安があるコメントが多く聞かれました。隣国の現状に気づいたからといって、日本に職を求めるなんてことはしないでほしいですね。自分たちは自分たちでどうにかしてほしいものです。よかったら皆さんの感想を聞かせてください。最後までご視聴ありがとうございました。 また次回のニュースでお会いしましょう。